皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらのヒョウ柄を作ってみたいと思います。可愛らしいヒョウ柄はこんな感じのヒョウ柄だと思うんですけれども、今回は躍動感のあるリアル感を出してみたいと思います。それではどうぞ。では材料はこちらです。リッカジェルの148番と156番、こちらがプリジェルのミルク、こちらがメルティのクリアジェルです。こちらを使ってやってみたいと思います。はい、ではまずはじめにベースの色を塗っていきます。はい、では次に模様を描いていきます。まずはじめにこちらの薄めの茶色で中の色を塗っていきます。しながら描きます。ではこちらを一旦ライトに入れていきます。はい、では次にここでリアル感を出すためのポイントがこちらのこのサラサラしたトップジェルを一回薄く塗ることです。こちらを塗っていきます。色が滑りやすいので筆跡を少し残しながらリアル感を出していきます。この空いてるところにもちょっと模様を描いていきます。こんな感じです。こちらを一旦ライトに入れていきます。はい、では次にトップジェルを塗っていきます。トップジェルはこちらのノンワイプジェルのキャンジェルを塗っていきます。ライトに入れていきます。はい、こちらで完成になります。ベースを一回引くことによって筆が動かしやすいのでリアル感のあるヒョウ柄が作れます。皆さんもぜひ試してみてください。